こんにちは、こんばんは、マロと申します。本日はタイムゲイザーワンボックス開封していきたいと思います。さあ、早速開封していきましょう。1パック目、ウソッキー、ワシボン、フワライド、ラムパルド、レジエレキでした。2パック目、ヤンヤンマ、コマタナ、コアルヒー、アリアドス、メガヤンマでした。3パック目、コジョンド、チュリネ、ホシガリス、オリジンデュアルが V、リーフィアでした。4パック目、ペラップ、チュリネ、コイル、ニョロトノ、入れ替えカートでした。5パック目、コジョフー、スワンナ、コイル、大口の沼、レジエレキでした。6パック目、クスネ、フアンテ、ヒスイガーディ、セキ、ヒスイウィンディでした。7パック目、イトマル、ニョロモ、謎の化石、ヨクバリス、シェイミでした。8パック目、謎の化石、フタチマル、ホジョフー、ヒスイバクフーン、メガヤンマでした。9パック目、クチート、ホアルヒー、ホマタナ、カイリキー V マークス、ペリーラでした。10パック目、コイル、クチート、ヒノアラシ、ペリーラ、ヨクバリスでした。11パック目、ワシモン、フアンテ、マンタイン、レジスチール、ズガイドスでした。12パック目、ニョロゾ、ワシボン、チュリネ、オリジンデュアルが V スター、キチャー、ライボルトでした。13パック目、EV、マグマラシ、ミジュマル、カイリキ V、キリキザンでした。14パック目、スワンナ、ヒスイガーディ、クチート、ニョロボン、フェザーボールでした。15パック目、クスネ、レアコイル、フタチマル、ヒスイ大剣器、フェザーボールでした。16パック目、フタチマル、謎の化石、マグマラシ、ズガイドス、シェイミでした。17パック目、ヒノアラシ、ペラップ、フワライド、リーフィア、ホックスライでした。18パック目、ニョロモ、イーブイ、ウソッキー、ナタネの活気来ちゃう、やったホックスライでした。19パック目、ラクライ、ヒスイガーディ、ニョロゾ、ライボルト、入れ替えカートでした。20パック目、ホアルヒー、ホシガリス、ヤンヤンマ、レントラー V、大口の沼でした。21パック目、ヤンヤンマ、イーブイ、ニョロモ、レジギガス、シェイミでした。22パック目、ニョロゾ、イーブイ、コマタナ、ヒスイウィンディ、アリアドスでした。23パック目、ヒスイガーディ、マグマラシ、ホイル、ヒスイウォーグル、ナタネの活気でした。24パック目、ニョロモ、コジョフ、レアコイル、ヒスイドレリア V、トレッキングシューズでした。25パック目、ニョロボン、コジョンド、フアンテ、スワンナ、メガヤンマでした。26パック目、ニジュマル、イトマル、マグマラシ、クレセリア、ニョロボンでした。27パック目、ホシガリス、イトマル、ラクライ、ジバコイル、アリアドスでした。28パック目、マンタイン、クスネ、ペラップ、キリキザン、ニョロトノでした。29パック目、ヤンヤンマ、マンタイン、ヒノアラシ、ヒスイドレリア、トレッキングシューズでした。30パック目、フアンテ、ヒノアラシ、ラクライ、ナタネの活気、ヒスイウォーグルでした。はい、ということで全部開け終わりました。ナタネの活気のカードが出てくれたので良かったかなと思います。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。またね、バイバイ。